演武開演。本日はこちら魚谷という居酒屋にやってみました。こちらチョレギサラダです。ちょっとごま油の香りがあって韓国風の雰囲気が漂いますね。お野菜たっぷり緑で美味しそうです。いただきます。続きまして、こちらが今回の主役のお造り盛り合わせ。うわー、盛りだくさんですね。美味しそうです。いただきます。なんだろうこれ。どのお魚も新鮮で歯ごたえがあって、旨味を噛んだ瞬間にギュッと広げてくれる、とっても美味しかったです。こういうお魚本当に毎日食べたいですね。締めはこちらのバニラアイスクリーム。コーンフレーク、生クリームもついてる豪華ですね。ではいただきます。中に濃厚なミルクの旨味があって、とっても美味しいバニラアイスクリームでした。今は居酒屋のバニラアイスクリームもすごいんですね。やっぱりいつもお料理も美味しかったんですが、やっぱりあの海鮮10種盛りはすごかったですね。あれ一つでいろんな楽しめて、とっても美味しかったです。大満足です。というわけでこちらの点数とさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。